数量とは、マージャンにおいて、手配を一定の形に揃えて公開すること。他のゲームにおける、上がりに相当する。うし化して、上がる、上がる、悪のように表記されることもある。最も典型的な得点方法であり、基本的には、各プレイヤーは自身の数量を目指すとともに、他のプレイヤーの数量を阻止するよう爆打する。数量によりその壺は終了し、次の局に移る。 日本式の一般的なルール体系においては、次の二つの条件を満たしたときに、数量が認められる。手配の構成が、所定のパターンに該当する、何らかの役が成立している。ただし、数量は、プレイヤー自身の宣言によって、初めて成立するものであり、条件を満たしている場合でも、必ずは量しなければならないわけではない。状況によっては、あえて、数量をせず、 プレイを続行することも可能である。また、論上がりの場合にはという条件が追加される。数量型には次の3種類がある。また、上記に含まれない特殊な数量として流し漫画や13、不等がある。なお13不等は、その歴史的経緯から、国史無双の流れを組む数量型と解釈できる。詳細は、各項目を参照。 なお袋や暗管はメンツを確定させる行為であるため、これらをしている状況ではなトイツや国士無双を狙うことはできない。数量の直前の段階において、手配は必ず数量型より1枚少ない状態になっている。この状態を長配という。長配の状態から数量型を完成させるために、必要なパイを数量配という。なお、数量配は1種類であるとは限らない。 和量するためには、天敗の状態から、何らかの方法により、数量牌を取得する必要がある。数量の方法には、主に次の2種類がある。稀に次のような方法で和量することもある。妻により、数量牌を取得して割量することを、妻は、爆はという。一般的には、妻数量、蕾上がり、または、単に、妻と呼ばれる。具体的な手順は次の通り。 数両配を積もした直後に、積もと明瞭に発生し、数両配を表向きに開示する。残る、長配系の手配を公開する。リーチをかけている場合、ドラ指標パイと共に、裏ドラ指標パイを公開する。得点を申告し、他のプレイヤー3人から支払いを受ける。なお、手配を公開する際、数両配を他の手配の中に混ぜてはいけない。仮に、 数量杯を混ぜてしまい、手配の中のどのパイが数量杯だったのかわからなくなってしまった場合、数量型が平和の形になっていても平和の形状は認められない。また、不計算においても頑張り待ちや短期待ちによる二負の形状を認められない。これらイレギュラーな上がり方をした場合、好天法を逆に適用する形で得点が最も低くなるように、 点数計算されることになる。無論、手順が自動化されているネットマージャンでは、このようなことは起こらない。自分の数量配が、他のプレイヤーによって、打配されたとき、これに対して、数量を宣言することができる。このような方法による、数量を英和という。一般的には、論数量、論上がり、または、単に、論と呼ばれる。俗に、出上がり、直撃、 自家取りとも、具体的な手順は次の通り。自分の数両配が、他のプレイヤーによって、打牌されたとき、その次のプレイヤーがつもさんに触れるまでに、論と明瞭に発生する。手配を公開する。このとき、数両配は捨てられた場所に置いたままとする。特典を申告し、数両配を打牌したプレイヤーから支払いを受ける。論の発生猶予は次のプレイヤーがつもさんに、 触れるまでであるが、これは、ポンの発生猶予と同じである。稀に、ある打敗に対してポンと、論が、同時に宣言されることがあるが、その場合、基本的には、ポンではなく、論が優先される。ただし、論の発生が、明らかに遅かった場合、見逃しの意図を包囲して、論を宣言したとみなされて、論数量を認められない場合がある。そのような論の宣言は、知論と呼ばれ、 ルール違反ではないもののマナー違反とみなされる。なお、一部のプロ団体では、知論を明確なルール違反として禁止している。あるプレイヤーの打敗に対し複数のプレイヤーが同時にローンを宣言した場合、打敗したプレイヤーから半時計回りで最も近い、プレイヤーのみが数量できるルールである。これを、頭跳ね、または、上宿りという。川に捨てられた牌は一つしかないため、 取得できるプレイヤーも一人のみという理由に基づく。例えば渦の例では、東ずの捨てたに対し南んと西家が論を宣言している。ダブロンを認めないルールの場合、西家は数量を認められず、南家のみが数量できる。あるプレイヤーの打敗に対し、2名のプレイヤーが同時に論を宣言することを、ニアは、またはダブロンという。 頭バネのルールを採用していない場合、両者とも数量を認められる。渦では、お振り込んだあずまやは南家に対し千点を、西家に対し一万二千点を支払う。なお、保留リーチ棒があった場合は、上屋取りの原則に従い上屋に位置する者が、すべての保留リーチ棒を取得する。渦の例では、ホッケがリーチ棒を出しているが、これは南家の天箱の中に入ることになる。 罪棒の処理平場ではなく罪棒があった場合、南家と西家の両方に罪符を加算する南家の数、両にのみ罪符を加算し、西家の数両には加算しないの二通りのルールがある。どちらを取るかは取り決め次第である。連チャンするか否か、数両者二人のどちらかが親だった場合に連チャンするか、親流れとなるかについても取り決めが分かれる。親が両了したので、連チャンとする。 親の方が上屋に位置していた場合は、レンチャンとし、親の方が下家に位置していた場合は、親流れとする小川漁師とのではそうとする。これも、またどれを採用するかは決め次第である。フリージャンソーでは、採目ルールを簡略化する傾向があり、定義のより単純な位置を採用しているケースが多く見られる。大手のネットマージャンサイトでは、半ゲームのマージャン4。 セガネットマージャン MJ が2を採用している一方、点を取り、マージャン格闘クラブでは1の方を採用している。あるプレイヤーの打敗に対し、3名のプレイヤーが同時にローンを宣言することを三やは、またはトリプルローン、トリロンという。サンヤやは稀にしか発生しないが、発生した場合の取り決めには以下のように差がある。頭バネのルールにのっとり、 報珠者の会への数量のみを認める、全員の数量を認めず、そのつぼ根は、展望のやり取りなしの流極とする全員の数量を認める図は、西への打ったに対し三人が論を宣言した図である。五作のノーチャンスを頼りに切り出した最も安全そうな、ハ、は、イ、い、だったが、三件、リーチの三人から同時に、論の声がかかった。一から三のいずれを採用するかは、 取り決め次第だが、ダブロンなしとするルールの場合は同時にトリプルロンもなしとすることが多い。その場合、上や取りの数量を認めるルールと、三夜和による流局とするルールに分かれる。ダブロンありとするルールの場合も同様で、ダブロンありなら、トリプルロンもありだとするルールと、ダブロンはありでも三夜和は流局であるとするルールに分かれる。自分の打敗により他のプレイヤーが、 論は量することを報従という。報従と振り込みは同義で報従することを振り込む、振る、打つ、打ち込むなどという。配布では論牌のもとに打ちと表記して報従を示す。報従した場合、論は量したものに数条件を一人で全額支払うことになる。なお、何らかの理由で意図的に報従するような場合を特に差し込みということがある。 点数の低い数量でつぼねを終わらせることを安上がりという。主として対戦相手のチャンスを潰すなど守備的な戦術として用いられる。また、親が連チャンを果たすためや、何家が親になるために行われる場合も多い。この30不一半のつも上がりが親500点、5300点の支払いになることから安い手のことを総じてゴミでということもある。また、 役が一つしかついていない数量のことをのみでということもある。なお、ドラを含んでいる数量はのみ種、ゴミでとは言わない。最終局において4位のプレイヤーが自らの4位を確定させる数量をすることをラス角、上がらすという。上がってラスを確定することからこのように略される。上の順位を目指すことを放棄した行為であると捉えられることがあるが、 通算スコア等を気にする必要がある状況の場合、高い手を狙ったまま数量できず段ラスのまま終わって、スコアを著しく下げるよりは、4位は免れないものとして、少しでもは量して、スコアを取り戻しておこうと考えることもあり得るため、一概に全く無意味な行為であるとは言えない。同様に、3位のプレイヤーが、自らの3位を確定させる、数量をすることを、アガさんという。 これにも、同義語として三角という言葉がある。ラスしかと同様積極的な上がりではないとして三角の数量を忌避する人もいる。ただし、戦術のスコアの兼ね合いの場合のほか、2以上と大きく、差がついている一方で4位のものと接戦である場合は、最下位でないことを確定させる、数量として、一定の意味を持つ。特に点を取りでは4位の場合のみ段位ポイントが減る。 仕組みになっているため、積極的に三角の数量が行われている。ありがとうございます。